北極圏の資源開発に野心、ロシアが武装・砕氷船を進水、携行式対空ミサイルや巡航ミサイル、カリブル、ヘリコプターの離着陸台も備えた砕氷船イワン・パパーニンの任務は、10月中旬に極東で大規模な軍事演習を行ったばかりのロシアだが、新たな砕氷船をお披露目した。北極圏の北方艦隊に配備される。10月25日にサンクトペテルブルクのアドミラルティ造船所で進水式が行われた砕氷巡視船イワン・パパーニンは、排水量8500トン、全長およそ100メートル、ロシア海軍によればタグポートや巡視船、砕氷船と調査船としての機能を兼ね備えている。国営タス通信によれば、イワン・パパーニンを建造した統一造船会社のビクトル・チェルコフ将官は次のように語った。北方艦隊の安全を確保できるような船を作りたかった。同時に科学調査も行える機能を持たせ、北極圏におけるロシアの国益を守れるようにもしたかった。北極圏に眠る豊富な石油や天然ガスなどの資源を確保しようと狙うロシアにとって、北極圏の権益確保は戦略上の重要な目標だ。駆逐艦並みの兵器システムを搭載。そのためにソ連の著名な探検家イワン・パパーニンにちなんで命名されたこの砕氷巡視船には、携行式対空ミサイルや巡航ミサイルカリブルが搭載され、電子戦システムやヘリコプターの離着陸台も備わっている。厚さ 1.7 メートルの氷を砕くことができ、収録は2020年か2023年となる見通しだ。ガゼッタ紙の報道によれば、統一造船会社のゲオルギー・ポルタフチェンコ会長は、イワン・パパーニンは無限の異なる任務に対応でき、北極圏で極めて効率的に作業を進められるように設計されていると豪語した。いつどんな時でも私たちの住んでいる日本を支えているのは自衛隊なのです。動画をご視聴いただきありがとうございました。これからも速報で皆様により良い動画をお届けします。今回の動画で感じたことや知りたいことをどしどしコメントお待ちしています。最後にチャンネル登録、グッド評価もよろしくお願いします。おすすめ動画やチャンネル登録ボタンも載せておくので、ぜひともよろしくお願いします。